カンガルー、まあ、いるんじゃね。花咲みやびは騎士道天満から出発したわけですよ、ね、うん、あーお花畑で。5月6日に発信された矢郷こと、谷郷社長のツイートですね、うん、写真をねなんか縦長で投稿できるっていうのがツイッターに新機能として追加されたんですけど、その縦長にちなんだ投稿だったんですが、どんなファッションの画像を投稿していたか全然わかんないよ。いやいやいや、ファッションをお答えください。あの全然わかんないよ。もうホロスターズのクズじゃないから、ね、皆さんの回答こちらです、どうぞ。あ、バラバラですね。こちらね、画像が用意してあります、はい、こんな画像でした、どうぞ。じゃん、あー、うわー、待って、いや、この画像はあるけど、黒ジャケット、白シャツ、ジーパンです。ユーコクロベルの変な枠から、妄想ギャルゲー物語の舞台となった場所の名前は何でしょう。難しい。いや、これは難しい。むずいよ。これはめちゃくちゃ難しいです。セリフとかでもないの。ユーコクロベルの妄想を考えないといけないよ僕たち。そうですね、ユーコクロベルがどう思ってるのか、まあ、どんなところが舞台か場所の名前ですね。ここはペイントでやってるんだ。聖なんとかなんとかみたいな感じなのか。あ、まあまあまあ、でも聖川かもしれない。ロベリアント学園。あーでもでもまあまあまあリッカさん欲しいね。ここはなんか日本時代そっちやったかもな。ロベラそっちか。フィンランドでは、はい、子供も喜ぶある乗り物がサウナになっています。一体何のサウナでしょう、はいはいはい、答え方としては乗り物サウナみたいな感じで。バスサウナがあるんです。あのバスってバスに乗りながらね。そう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 、子供も喜ぶジェットコースターサウナ。ああ、はいはいはい。正解は観覧車サウナです。カンガルーいませんけど。あ、カンガルーが好きですか。あれ、カンガルーはいらっしゃらない、もしかして。ああ、ちょっとリサーチ不足だけど、カンガルー、まあ、いるんじゃね。無人島に連れて行くなら花騎士もしくはバブドン、どっちですか。これちょっとじゃあ、まあ、もうちょっと回答者限られますね、これね。これちょっと連続でとか大丈夫ですかね、これ。あれ、あ、いいよいいよ、連続でかけてもいいんじゃない。何何何何、例の通りさ、2択のうち1個選んでほしいねんけどさ、うん、なんでいっぺんに聞かないのね、ちょっと確かにね。それがそうだ、それが、まあ、オッケーオッケー、確かに。ちょっと、うん、いいけどいいけどいいけど、うん、じゃあ、うん、何、無人島に連れて行くなら、はいはいはい、花吉かバブドン、どっちがいい。あー、天満宮城かロベさんか支援かってこと。花騎士の組み合わせかバブドンの組み合わせか。これはね、うん、もう確実に花騎士だね。その点天満はもう一番いいね、なんかね。いいよやるよ、うん、やるよみたいな、なんか、ね、全くなんかメンタルに波がなさそうで。あ、まあ宮城は可愛いからいいかな。感じなさそう。あ、もう、うん、マスコット的存在だな、リアルも。なんかどっちもなんか、なんか言うことを聞いてくれそうな気がする。なんかこれやってって言ったらなんか。あ、なるほどね。結構世話特殊能力もね、あれかもしれないけど、イズルくんがな、うん、あ、わかりましたかなって思うかな。はい、3回連続は多分ないと思うから安心してや。あ、オッケーオッケー、いつも、ね、寝とくわ、うん、もう多分かけ、もう多分大丈夫やと思うけど、ちょっとごめんね、急に2回連続でかけちゃって、はい、もう次かかってきたらもうあれやからね、もうあれどこやからね、これ完全に完全に怒る。今のパンツの柄と色は、はいはい、まあ、黒の無地ですね。あ、はい、黒の無地、黒の無地ですね。あー、はい、なるほど、黒の無地です。何がとは言いませんけどね。紺の島ですね。あー、はい、紺の島、はいはい、うん、以前は何がとは言わないけど、まあ、何がとは言わないですけど、うん、これ水のたまたま、あの水玉です。たまたまとか言うんじゃない。あのしかもすごい今嫌だったのが、はいはい、ちゃんとみんな下向いてるから。くすぐりの部位、俺太ももが一番ダメ。太もも太ももが異様に触られるのは無理。ああ、じゃ弱点やな、それは。でも確かに、うん、なんかで今度やろう。例えば、いや、やんないで、やんないで、いいでも拘束してくすぐる配信しよう。やろう。やだ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 。さすがに。それでは1位の方は荒神オーガさんです。ってことは。おお。って
ことはですね。ことはどうしよう。ちょっと震えてきた僕今。ちょっとピンク色だなって感じ。そうですね。まあ、全体的にピンクオーラが。セクシーな感じなのかな。はい、基本的には応援プラス、うん、あの周りの人たちからちょっと性的な目で見られて。確かに俺のファンはみんなエッチですね。はい、それはもう間違いないです。納得納得。お前自身もエッチだっていうこと認めろよ。いやいやいや、俺はね清純派だから。うん、はい、清純。まずファンの生き量の、はい、まあ、規模感というか人数はもしかしたら一番多いかもしれないですけど、花咲みやびさんは、ホロスターズファンの人たちみんなから、うんうん、まあまあ愛されてる。まあまあなんだ。まあ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 。まあやっぱ始祖だからな。はいはいはい、めちゃくちゃ喜んでるよ。めちゃくちゃ喜んでるよ今。めっちゃ喜んでる。口角上がりっぱなし、鼻の下伸びっぱなし。あのちょっといいですか？はい。みやびくん好きですって言ってもらってもいいですか？みやびくん好きです。やった！本気で喜ぶな。なんなんだよ。やった！大きめのガッツポーズするな。答えをどうぞよろしくお願いします。はい。正解は、ホロスターズ一期生カナディズルでした。さあどうだろう。お前待て待て、なんでイズルくんだったじゃん第一声から。いやいや分かんなかった。オーガさん分かってた。俺はね分かってたけど分かってなくてしたよ。どっち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 。目が合ってたよ。泳いでるのよ。何じゃ僕あの同期のイズルから好きですって言わせたってこと。そうだよ。気持ち悪い。すごい映像だった今。気持ち悪い。次の単語を日本語訳してください。はい、これちょっと難しかったですか。これちょっと、ま、なんか要所要所難しいみたいな感じはありましたね。なるほどね。全問正解できるかどうかということでございますけど、まずは、じゃあ答え見ていきましょうか。こちら、はい、はいはいはい、では、イズルさん、はい、答え見ていきましょう。イズルさんの回答こちら。うわ全問正解。マジ素晴らしいね。ほんま、うん、さすが。イエーイ。もうミリオンが100万ですね。だから1000万は10ミリオンでございますね。10ミリオンなんだ。はい、まあそうね。Tell me your honest feeling about it. Uh-huh. What was your mindset when you come up to the batter's box? Oh, strike ball hits. Who do you want to share this feeling to? This joy to? Yago. 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 本当に50本打った人かのような堂々とした振る舞いでしたね。ミカさんの答えこちら。はい。花咲みやびセットアウト岸戸天満、これはどういう意味で使ったんですかね。花咲みやびは岸戸天満から出発したわけですよ、うん、あ、独り立ちってこと。そうそうそう、独り立ちってこと。それは今の答え知って強引にその文章をそういう意味したわけじゃないですよね。絶対そうだよね、僕信じたい、先生信じたいよ。テレビを見たりする？うん。どんなテレビ？最近見たテレビは？ポケモン。ポケモン？何のポケモン好き？ポッチャマ。ポッチャマ。本当にお兄さんもポッチャマが好き。これあの嘘じゃないよ。本当に。なんでお兄さんがポッチャマ好きかっていうと、うん、あれ。かりんちゃんはポッチャマのどこ好きなの？おめめ。おめめ。そうだよね。ポッチャマはおめめだよね。馬の鳴き声はあれだよね、みたいな。それはそう、割とクオリティ高いのが好きだな。みやびの方はどうかな。僕はね、なんか、うん、それなんかちょっとこう、目に近いけど、目に近いけどちょっと、それさ、鼻先で漏れにいるやつでしょ。問題です。はい、ラクダは体のある一部を使った特技があります。特技？それは何でしょう。ラクダの、うん、コブの中って、うん、水が入ってた気がするんだよ。あ、そうだね、俺も聞いたことある。そこに水道の蛇口をくっつけられる。はい、ちょっと残念なお知らせがあって。何ですか？お知らせ、あのミエビが回答したことあったじゃん、はいはい、まんま言おうと思ってた。あ、マジで？蛇口あげよっか。僕が蛇口の下りを、僕大気圏突入できるに変えようか今から。じゃあちょっとボケるな。その3つでいきましょう。はい、オッケーです。じゃあちょっと答えを教えていただけますでしょうか。小田さんお願いします。はい、はい、正解はですね、はいはい、鼻の穴を閉じることができる。鼻これはアルランです。通称アランみたいな感じ。あ、アランならね、どういうリズムなの？
でも多分自己紹介やったらもうアカペラでいけちゃった方がかっこいい、ね、ああそうなんだ。それはアルランディス通称アラン、喋れば止まらんショットガン。お、いいじゃないですか。喋り出したら止まらん、まるでショットガン。はい、ライクはショットガン。ライクはって言いますよね。なんか言いますよね。伊達男、そう、俺がアルランディス、見てくれてるみんなにピースみたいな。ああ、ディスピース。これ爆弾ディス入れようよ。爆弾。見てくれてるみんなに爆弾ディスはやばいだろ。伊達男。風のように爆弾ディスですか。風のよう突き抜ける爆弾ディス。そう、俺がアルランディス、ダーンってこと。ダーン。なるほどね。いいじゃないですか。ああ、なるほど。よう、俺はアルランディス、通称アラン、喋り出したら止まらん、ライカショットガン。生まれはイタリアから来たリアルな伊達男、そう、風のよう突き抜ける爆弾ディス、ダーン。かっこいい。いいじゃないですか。いいね、いやなんか、ね、今お二人のオープニングトーク、はいはいはい、お聞かせいただいておりましてですね、以前の遠足企画、あ、はいはいはい、そうなんですよ、の第2弾ということで、前回動物園で、この2回目でいきなり2丁目ですか、うん、2丁目もね、動物園みたいなもんですからそれ俺言おうと思ってやめといたやつなんですけど、猛獣みたいなね、もしかしたらあるかもしれないから、生態系わかるみたいなね、まあ、確かに確かに言いたかったけど、我々は確かにあんまり踏み入れてませんから、まだ踏んでないんだ今ゲイバーって言ってもゲイしか入れないお客様が、そうなんです、お店もいっぱいあるんですよ。そうなんだ、じゃあまあなんか変な話、俺たちがフラッと行けるようなお店も、あのお店じゃない場所もあるってことなんですね。それは結構ディープだよね。確かにそうだね。けどもうちのこのパニックハウスは男性女性、あとゲイの方とかレズビアンさんとか、もうオールマイティ何でも濃いなお店でございますので、ストライクゾーンがじゃあ、はい、間口が広い言い方間口が広いですね。俺たち2丁目のこと全然知らないというのことなんで、はい、ゆうまさんに手取り足取りね、そうだね、教えてもらおうという。本当に手取り足取り、手と足だけでお願いします確かにきらびやかというか華やかだわ。なんかけど私が一番華やか華やかの時のかの顔すごかったね。それはまだ見ぬ星見てみたくないですか。我々9つの星を観測するために必要なもの、望遠鏡、つまりそう、あなたのことなんです。我々を見つけてくださる望遠鏡を我々はいつでもお待ちしているのと同時に、我々はお待ちしているだけではなく、あなたが見て、そして何よりその星を見て感動できるように、その9つの星たちが輝けるように、そして私たちも輝いていきますので、ぜひ私たちホロスターズという9つの星を観測してください。すごいの一言、もうすごいいや、よかったマジで。あ、本当ですか、うん、響いた本当に本当に響いてます、あなたが望遠鏡でもドキッとするもん。シンさんいいですよ、うちの事務所に続いても、ちょっとどうしようかな、掛け持ちになっちゃうかもしれない実演販売 VTuber の影山シン実演販売 VTuber 兼マフィアのボスあのテレビ見ますよね、皆さんね、テレビのチャンネルがたくさんあります。どこを回してもいろんなものがやってる、そんな感じを想像してください。歌、そしてゲーム、そして雑談、まあ、あのいろんな企画ね、まあ、今回の企画もそうです、いろんな企画をしております。だから飽きることはきっとないでしょう、まあ、あなたがね持っている携帯のように僕らをね花見離さず持っていて、そしていつでも好きな時に見てもらえる、そんなねあのホロスターズを一人一つ、いや二つ三つ持っていただけないでしょうか。え、どうする、これ先行後行大事じゃない、結構。確かに相手の、ね、手の内がね分かってからの方がいいかもしれない。先輩、はい、先輩ですよね何ですか、逆パワハラ何ですか、先輩は先輩ですよね。ああ、なるほど。あなた24時間雑談配信とかやってましたもんねあ、24時間雑談配信やったことあります。そんな方ならば先に見本見せてくれるんじゃないかなって俺は期待してるよ。ただね、これね、怖いこと言っていいと思う、うん、俺桃太郎があやふややね。あ、嘘だろいや、でもできると思う。だからさ、土台変えます、大丈夫ですか。いや大丈夫です、桃太郎でいけると思います。要所要所分かってると思うんで、まあ、おじいさんが山へ芝刈りに行ってで、おばあさんはね川に洗濯しに行くわけで、何流れてくると思う、何流れてくると思う、桃なんですよ。桃がね流れてくるわけですよ。で、まあ、やっぱどんぶらこどんぶらこと、すごい大きいやつやったから気になるじゃん。そう、ね、で一回持ち帰るわけ、はい、彼一人では化け物を退治できない、はい、仲間を探す、はい、そこで必要になってくるキーアイテムが、はい、なんとおばあさんがのお袋の味、はい、これがキーアイテムになって、うん、
なんとそこで仲間が集まってくるんですよ。どうでしたか、はい、先生我々の、まあ、あんまり引っ張ってもしょうがないので、はい、言ってしまうと、はい、オーガさん圧勝でございます。イエーイ。いやまあちょっと私も感じてはいました横で聞きながら。ああなるほどと。あの小学生の頃に空を突然見てたんだよ、うん、そしたらチェックマークみたいな感じで星がピョンピョンみたいな感じで行ったことがあったの。もう僕はもうそれ UFO だとずっと信じてるんだけど。三上先生これは UFO でしょうかね今の話。まああれですよね、未確認飛行物体という意味じゃ、うん、まあ UFO なんだけど。あそうなんだ、結構いう感じなんだ。まあ得体の知らないものはね、うん、結構ね飛んでんだよね。飛んでるんだ。飛んでるんだ。兵馬さん知ってる首を平の。俺はあんま分かんない。それまさかどこだと思うんだよ私は動物に例えるとあのハムスターとかどうですかね。ハムスター、ハムスターだと。はい、なんでですか。意外と運動いろいろできる、自分の体重に比べて重いものを持てたりだとか自分の、まあ、持てる力をしっかり出し切れるような、動物かなと思いますので、僕はハムスターに似てるのかなと思います、うん、ありがとうございます。最後の質問なんですが、はい、10年後自分はどうなっていたいですか。あら、そうですね、笑ってたいですね。はい、具体的にはどういった。じゃあまずアルさん の, あの合否の方を出させていただけたらと思います、はい、もう出るんだ、もう出る、やばいやばい、出るよアルさん、怖い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 、よしよろしくお願いします。はい、不合格です。めちゃくちゃきっぱり出てきた。ちゃんと不合格。何がいけない。おい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 、泣いては土壌を困らせた。思い切りあのアクセルの踏み方が尾形さんも最高です、完璧でした。よかった、あのバンジー飛んでる気持ちでやりました、うん、意気込みをねまずはね褒めてもらって。お花畑で昼寝をすれば蝶々が飛んできてキスをする、みんな一緒に。ありがとう。ララ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 ラ畑で昼寝をすれば可愛いあの子の夢を見る。Hey! みんな一緒に。ララ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 ラ